頭からあの穴に入る。いや、さすがですね。コイン。前回と何が変わった？カーボンにシフト。全くわからないんですけどね。前もこのアクセルスルーだったっけ？このここ取ってほしい。いや、あのこっち？ハブから。こっち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 。こっち？こっちこっち。ここあ、ほんまじゃ。これ違うわ。何が違う？ああ、アクセルスルーで、こっちがネジが切ってあってから、でもうシャフト貫通しとるんよ。こう。にしても細いな。10ミリ。ああ、それで、この、トラ車では、多分初めてだと思う。このリムね。はい、そうです。このタイプは。次、普通がちょうど並べてみたら分かるけど、普通のスポーツの組み方は、こうなんや。こう、曲がっとる。ああ。じゃなくて、このストレートのこの、こっちの方が強い。まっすぐ来とる。曲がってな。で、折れにくいっていうか、うん、多分強度は多分こっちの方があると思うよ。こっちはどうしてもここ曲げとるじゃん、曲げとる分がないけ、うん、合成でいったらすごい、うん、あ、そう、透明なんだね。あ、その方が動きやすいけすごいね、オイルラインが。うん、初めて見る。あ、こっちも透明じゃん。へー、これレーシングカートは全部こうよ。あ、そうなんじゃん。透明。ちょっと乗させてもらっていいから。全然いいですよね。ちょっと乗させてもらって。ラジャルマサでラジャルマサ。あ、これか。どうなん。もう、ま、前差し、前差しご用だと。乗っとる時点で、ま、前差ししてるんだ。どういうこと。ハンドルの位置から前差し。あ、またねー。お疲れ様です。重量的には何キロ？ 5 キロは行ってないだろ。いや、うん、6キロ台だと思う。6キロじゃけ、あの太いシャフトが貫通シャフトを使ってるけ、ああ、まあでも軽いんか、ボルトナットじゃないけ、うん、じゃけ この K のシャフトが入ってるけ、うん、で合成があってよれない、よれんけ、逆に体の負担が強いと思うんだけど。12キロ俺硬いだろうが、コウタロウ。しなる気配がしなる感、しなる感とかある？結構しなると思う。しなる？俺の感じでは。ああ。なかなかこれをじゃあターゲットとなる体重が違うかもしれんな。いやいや、まあ、ただの入れ方だと思う。指が立っとる、ほんまだ、ポイントで立つにはすごい楽よ、ね、この姿勢に特化しとるっていうか、そっから差しに行く、そっからね、そっから差しに行く、そっからもうなんかあの10か0かみたいなあの中間がないだけ、あのストリートっぽいね、なんかあのこうじゃあ、まあこのセッティングがそうなんだけど、こっからこういうひねり持っていくとかは向いてない、ね、ねじりながらとやるとかじゃなくて、全てにおいて直線的にフルパワーかけていくっていうような味付けになっとるっていうセッティングがね、ハンドルの。まあな、これだけな、下りなんか怖いやろ、これは。まあこれ乗って上手くなるかって言ったらそうはないよね。上手い人が乗る自転車だね。まあはっきり言って俺には猫に5番猫に5番、まあ、てな感じで新型2001年モデル。へー、 2001?うん、もうまだ出たばっかりだっけ。21あ、2021か、うん、2021年モデル。クランクとかも全部新品なんで、純正でこの作りなん。いやいや、これもフレームフォークで売っとるんで。フレームフォーク、あ、そうなん、ついていた、ステムもついてる。あ、純正このこれな、あとバッターライトのやつがあるんで、それがいいんですけど。あ、これこの角度が、あ、やっぱ好みがあるんじゃん。この辺は人それぞれなんで。うーん、ここら辺全部あのやっぱりお買い取りしたんですよ。でカーボンフレームに
カーボンなんだよ、うん、カーボンカバーがついてるっていう。カバーなの意味がわからない、うん、カーボンフレームにカーボンカバーがあってさらにカバーつけてるっていう、カバーカバーしてる。あ、これ後付けなんだ、うん、まあ、カーボンフレームにアルミのカバーよりはいいかもしれない。すごい、アンダーガードもあるんです、ね、アンダーガードも合ってないようなものになる。ただフレームガードよね、フレームチェーンガード、うん、要はチェーンガードみたいな。あんまりここで止まるってことはまずない。まあ UCI だっけな、うん、すごい、ね、あんまり傷ついてない。前のやつは1年ぐらい乗って別に割れたりもなんもなく、いや、フォークだけ割れた。あ、フォークいった。フォーク前のやつは結構 2回折ってます。あ、折れた、フォークか。まあまあ引っ掛けるもんね、引っ掛けてからあれやるけ。 YouTube あれだ、あの Facebook で上がってたよ、コウタロウがかっこかっこって。へえ、傷つかんようにクリア貼っとんだよね。クリア、いやいや、シールをね、ちゃんとコーティングしてあってから。うんうん、あ、まだ上も、あ、こういう模様なのかと思ってた。いや、あの傷つかんようにシール貼って。うん、おお、当たった。ありがとうございます。ありがとうございました。秀明くんのもあれも、あれも多分まだ突撃してない。ダメですわ。トラチャンネル自転車突撃第2弾、はいはい、ということで、あのクリーンのカーボン、フルカーボンマシンです。で、2021年モデルなんかな、これ、ね、20年モデル、去年に発売されたカーボンモデルで、あれ、これ完成車で買ったん。あ、じゃあ純正でこの、え、パッドとかも元からこんながついた。パッド、これパッドは変えた。あ、変えた。え、ボルトとかも元からチタンな。ブレーキの、ブレーキの変えた。あ、じゃあけ、もうあのフレームの中にこのオイルラインが入ってるけ。だけこれもしトラブったらすごく面倒くさい。あの交換するときに通すな、糸通しかなんかで、いや分からんけど、針金からなんか通してからやらんと。うまよ。いけんけ。結構短い、100ミリなんだよ。100ミリの25度で。で、でこのクリーンのブレーキが結構特徴的で。結構細いピストンで力が強い、だけどストロークが長いけ、俺はあんまり好きじゃないんだけど、疲れるけ。まあだけど軽い、それよりましてすごい超軽いけ。めちゃくちゃ軽い、あ、使いやすい、何でも前のマエストロよりはいいかなって感じだ。そこないよ。前のマエストロと乗り比べたらこっちの方がまだ剛性バリバリ。いや、そんなそうでもない。結構強い感じだけど、まあ、カーボンは硬いんだよ、まだね、そう、あの分厚くするけど、まあ、これはさっきのボンダラのセッティングと違ってすごいマイルドなハンドボンなんだけど、全然乗りやすい。それはもう乗りやすいか乗りやすくないかって、多分ここの設定じゃん、こう、うん、おじさん仕様の、おじさん仕様に優しい、これは軽いし、うん、あ、だけどこれこの空間でよれるよね、うん、斜めに入ったらすごいなんか よれるけ、フォークでもね、あれだね、ブレードだけ、うん、違うか、後ろはブレードか、ラジアル後ろブレードになったじゃん、え、これもコウタロウと同じ考え方か。そう、アクセルスルーで。アクセルスルーじゃな。スルーアクセルね。ああ、スルーアクセル。どっちから外すの、どっちへ向ける。あ、こっちがネジになってる。左へ向ける。どっちも左へ向ける。さっきスポークもあのストレートのあのこの首が曲がっとるスポークじゃなくて。ああ。あの、なんていうんかな。わかる。確かにもう。そう。ま、直角に出るやつもね。そう。まあ、あの、よれてない気やの方が。一応カーボン、あ、そうか、フルカーボンか、ハンドル、もちろんハンドルもカーボンだし、見てわかるもん、これどうやって切る、
グラインダーキュンって切って、ささくれんの？いや、ささくれんよ、これこのタイプはささくれんよ。ささくれたら、あらわらかでもさ、うん、やめた？どうぞ、1年だよ俺も座っててけんな、俺もやめない、やめたい。あれじゃない、久保さんみたいに70歳これ70歳ベアリング直接入れとんじゃない、ワンガットにするんじゃなくてもうそのまま直にベアリングと、あの、うん、打ち込んだ、うん、あの、ワンを、うん、ワン打ち込んだって、その上にベアリングするだけで、結局フォークも、フォークもテーパーナットって、そのまま何もなしでつけるような、そうそうそう、そのベアリングの形になってる、うん、今日は無駄なもんがちょうど1年、どうですかってな感じで、とにかく軽いぞ、軽いとにかく軽いし、隣も2台で2台で70万ぐらい多分バイクは買えます、もっといくか、まだいく、80か2台で、あの防犯登録とか盗まれたら大変で、ここにアップがあるんで、権利がある一遍この軽い自転車になれるともう戻れなくなるという。はい、締めは、お疲れ様でした。あのまた新車を発見したら突撃したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。で手を見たらここに検挙員が。